はい、おはようございます、キャプテンアスのバイブルトークです。今日は、金曜日の朝ですけども、今日は受難日ですよね。この動画配信は毎日このね、聖書通読のしおり、聖書同盟さんの聖書通読のしおりに沿ってやっています。で、今日、明日、明後日と3日間、このね、第一コリントから、受難日とそのイースターまでの間、メッセージとか通読がありますので、今日は第一コリントの15章1節から11節までから、ちょっとディボーションの、分かち合いというかね、メッセージをしたいと思います。これ一番有名なのはね、3節からのところなんですけども、これ私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、これペテロね、ペテロに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後続くんですけど、500人以上の兄弟たちに同時に現れたとか続くんですけども、まあそこが有名なところなんですが、今日あえて、1節2節をちょっとね、一緒に読んでいきたいと思います。15章第一コリントの15章1節2節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです、救われるのですというところなんですが、これちょっとクリスチャンの方たちに、ね、向けての、ものだと思うんですけども、これ気になるのがね、よく考えもしないで信じたのでないならっていうのが気になったってことは、よく考えないで信じてる人っていうのがいるんだなっていうことですよね。あなた方がよく考えもしないで信じたんじゃないんだったらって言ってる。よく考えないで信じるってどういうことなんでしょうって思った時に、私そうでしたっていうか、私そうだなと思うんですね。私ね、よく考えないで信じました。クリスチャンになったのは、よく分かんないけどなりました。この人たちいいな、タスマニア、オーストラリアで、この人たちいいな、この人たちが入ってる、このなんかこう、サークル的なね、クリスチャンっていうのが入ると、なんかいいことありそうだな、そういうところから入りました。で、洗礼も受けました。でもね、その後、聖書を読んだり、よく分かんないけど祈ったり、そういう人たちの中で、生活してるうちに、また、本当に御言葉を通して神様、というものを、ね、知り、よく考えないでじゃなくよく考えて、いやこれは自分は一生、信じていこう、これは本物だと思うようになりました。で、今でももちろんね、分からないことたくさんあります。聖書の中に分からないからこうやってやってるんですよ。分からないこといっぱいあります。で、私全部知ってると思いません。聖書の私の言ってることも嘘ばっかり言ってるかもしれない、もしかしたら、聖書に関してもね。でもこのイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、そして3日目によみがえったこと、それは私は目では見てないですけども、それは信仰によって信じる、そこのことは、本当に信じます。今ね、この時期特に、受難週でもあると同時にね、本当に世界中がもう受難週というかね、受難月というか、これから1年続くかもしれないし、分かんないです。でもこの時こそ、もしよく考えないで信じてる人がいたら、ちょっとよく考える、じっくり考える時間にしてもいいんじゃないかと思います。どうせ、まだこのね、ステイホームって続きますから、この3日間ね、信仰について、聖書について、イエス・キリストの十字架について、復活について、よく考える時間っていうのを持ったらいいかと思います。もしかしたらね、もういろんな、私も含めていろんな動画が流れてて、いろんなことがこうね、どんどん情報が流れてて、本当にその中で、何を信じていいか分からない、そういう時も、そういうこともあるかもしれない。だったらもう私の動画を見なくていいです。聖書、ね、こういう時こそ聖書を開いてみてください。3節からのところでね、大事なとこ、イエス様が十字架がかかって蘇ったってこと以上に、もう一つ私気になるというかね、大事なところ、ここにね、聖書の示す通りにって書いてある。聖書に従ってって書いてある。キリストは聖書の示す通りに
私の罪のために死なれた。キリストは聖書に従って3日目によみがえった。だから全部ね、答えは聖書にあって、その、土台は聖書、御言葉なんですね。私たち神様は見ることはできません、見えません、聞こえません。ですけども、神様は唯一私たちに与えてくださったもの、イエス様もそうですけども、イエス様は私たち見えませんから、イエス様と直接会ってませんから、私たちの時代は。でもこの御言葉を通して、聖書を通して、私たちはいつでも神様を見ることができ、イエス様に聞くことができ、信じることができます。そして信じていなければ、本当に信じていなければ述べ伝えることできません。人にね、こう提供することできません。人にあなたも信じてくださいということできません。本当に信仰が必要です。今日、受難週で、教会によってはですね、あの礼拝、そういう礼拝があるかもしれません。今全部動画配信かな、うちの教会も動画配信で、やります。この機会にですね、本当に私たちよく考えて、信仰というものをよく考える時にしたいと思います。私はそう思っています。明日もね、また続きをやりますので、ぜひまた明日朝お会いしたいと思います。それではまた、さよなら。